ょっと風が強くなってきたかも。おはよう。まだ風の音はそんなにしてないんですけどね。おはようございます。イベント4日目、朝。おはよう。熊本県警報出て、あ、そうなの？ペンギンさんありがとう。マチさんケーキありがとう。クロちゃんさんかわいい、ありがとう。おはよう。おはようございます。サットンさんありがとう。ドマさんありがとう。クマモーニング、クマありがとうございます。愛知村カリソミンですカリソンミンありがとう。ホクピグさんありがとうございます。朝タコありがとう。おはよう。なんかさ、でも風の音がさ出てきたらもうピーク。だと思うんだよね、多分。まだ今日のなんか多分もうちょっと午後にかけてやばいっていう。あゆちゃんありがとう。おはよう。サイレン鳴りっぱなし。サイレン？行きましょうか。サイレンはちょっと怖いね。電車、バス。西鉄バス止まるって、西鉄バスが止まるってもう相当なやつだよね、確か。クラスさんありがとう。今んとこね、普通に実施される予定なんだけど、うん、
施される予定ですね、そのまま。おはよう。電波とかね、ちょっと確かに大丈夫かな。夕方以降の部がどうなるかっていう。いやー、できるならまあやりたいけど、私は。いいぞ止まる？でもね、いいぞ止まれないらしいよ。そう、止まってみたかった。おはよう。停電とかもあるかもね。おはよう、おはよう、おはよう。宮崎県は風が強くなってきた。宮崎県は、そっか、宮崎。伊沢さん、ありがとう。セブンイレブンは計画休業？中国地方？福岡は？福岡は大丈夫なのかな？伊沢さん、ありがとう。ありがとう。でもさ、なんかまあ、そうだよね。みんな出勤できないもんね。バイトの方も。社員の方とかもなんかね、そうだよね、出勤できないとかになって休業ですみたいなお店もありそう。あの最初の1部2部とかの朝の最初の部のメンバーはもう今ね、事務所で準備してんのよね、メイクしてんのよね。だからそのまま最初の部、最初は多分あると思うけど、この後は分かんないね。飛行機欠航になった。あー、やっぱりそうだよね。飛行機はちょっと一番危ない気がする。おはようございます。メンバーとかスタッフさんとかもね、まあちょっと安全が一番なんですけど、おはよう。
矢沢さんライブあるみたいに、あーっと初めてのフレームタワーだ。このギフト、このギフトのフレームギフト、フレーム、このスイーツのフレームギフト初めてだ。ヤシタンさんご安全に、愛知安全に行きます。ありがとう、すごかった。今可愛かったんだけど、スイーツいっぱいだった。初めてのスイーツフレーム、ありがとう。朝からスイーツビュッフェだった今スイーツビュッフェ、ありがとう、いただきます。可愛かったね、ちょびっくりだもんびっくりするんだよ。おはよう。ちょっと暗くなってきてるな、どんどん。アッキーさんありがとう、暗闇配信になるかも。し取ってきて、はよう。なんかさ、ツイッターにトレンドとかに台風どこっていうさトレンド入っててみんなどこなんだっていう感じだった。どこにいるんだっていう。そういや、ちゃんと台風なくなったんじゃないとか言ってる、ちょっと遠くに住んでる方とかね言ってたけど、全然いるのよこっちの九州の方にいるんですよ。しっかりあるんだよ。愛知のあの可愛い顔がギフト投げないと見えないですか。どんな顔してた FJ さんありがとう。関東民もツイートしてるから、そうなの多分ウェザーニュース見てる。 YouTube か、まあ下の方にいるのかな。うん、ペンギンさんありがとう。本当に直撃コースだね今回。今んとこね1177ありがとう。11771177になりました。どう変更できたから今日帰れるようになって、よかった。めちゃめちゃ嬉しいよねそれ。それほど嬉しいことはない。早く帰りたいよね。おはよう、今日もとっても可愛いです。ありがとう、おはよう、おめでとう、ありがとう。
がとうございます。77、あ、今鹿児島か。ファンの方に鹿児島の方もいるな。暴風域かわいい、嬉しい。おはよう、任務完了です、ご苦労。コロちゃんさんありがとう。じっくり？じっくり系だね。確かに。あいつのアバターゲット。本当だ。やっとゲット。ありがとう。本当に出ないとき出ないよね。雨風ともに強くなってきました。雨か。7ね。ありがとう、任務完了ね。おはよう。なんか、あ、西鉄バスってさ、西鉄バスって本当に止まらないんですね。止まらないっていうか、休業しないんですよね、あんまり。で、西鉄バスが止まっちゃうとなんか相当やばいよみたいなことらしいんですけど、こっちではそう。でも大体西鉄バスはあんまりなんか止まらない、大体のあれだったら。でも今回運転休止するみたいなことになってるらしくて。監督ありがとう。午後からね、12時以降の一般路線バス12時以降止まるってことは相当やばい。もうやっぱ午後からがもうちょっとどうなるんだろう。やめて、おはよう、やめてくれ、ちょっと怖いよ。ありがとう、3週間とかね、ありがとう、ご苦労ご苦労ご苦労。メンバーさんの安全大事、みんなと話したいのでなんとか。松尾さんありがとう。みんな帰れるか心配やね。そうね、でもなんか一応多分なんか送迎してくれるっぽいんで、お家まで。うん、だからまあ、うん、大丈夫だと
思ってるけど、どうだかね。任務完了。僕ら台風今んとこまだ、うん、確かにタクシーもなかなか捕まらないから。ひー、カメさんかわいい、ありがとう。劇場で合宿やな。してみたい。公演中止で、明日は中止です。中止となっております。翔太さんありがとう。開発となって、雨も、そうね、風雨だよね。うん、おはよう。あ、愛知出た、ほんとだ、イエーイ。おはよう。西鉄バスの最強画像あるよ。ツイッターで毎回なんかこういうことがあると、これ西鉄バスらしい。これも西鉄バス。やばくない？なんかもうアトラクションなのかなっていうぐらいの、それぐらいのなんか水の中にいるんですよ。船だと思っちゃってんのかな。船だと思ってるのが西鉄バスは。走ってんだよね。でもすごいよね。クロちゃんさんありがとう。車内にね、水が入ってんだって。しかも本当に。あつおさんありがとう。そんなに無理しなくていいのに。西鉄バスから、なんていうんだろう、男真の男っていう熱さが伝わってきますよ、西鉄バスさんからは。なんとしても強行突破してやるっていうね。なんかなんかさ、もうさ、なんていうの、水、水中、そのでも水中にもなんか対応できるような装置みたいなのを西鉄バスさんにつけるべきじゃないか。こんだけ頑張ってくださるから、モーターみたいなやつとか つけてもらえる、もらえないか。男気見せていいから。男気バス、
男気バスです。本当に。なんすごいよね。神みたいなバスやな。だね。おはいち任務完了。ご苦労。あのさん。そう。ほぼ全て矢沢さんのライブすごっ。矢沢さんのライブやるんだもんね。強っ。止まってほしいな。午後からでも止まるってね。矢沢さん来れるのかな。あ、でも前から前日から泊まってるみたいな方とか多いか。ゾエ吉さんのライブがね、今日福岡でねあるんだよね。ちょっと大丈夫なのかな。おはよう。もうあと30秒ね。終わります。次は11時5分からとなっております。またね。本日もよろしく。え、北ペグさんありがとう。シュークリーム試合行ってきます。頑張れ。じゃあね、またね。バイバーイ。